腐れの座をかけた。激しき合戦の火蓋が切られる。未来のスターはいずこに。候補生の運命を決めるのはあなただ。さあ始まりました I will survive 二次予選、今回 MC を務めさせていただきます、DMM パチタンリアルスターズのヨウと申します。僕はですね、この I will survive のシャープ1に登場させていただきまして、1次2次を勝ち抜いてリアルスターズになりました。で、何の因果か今回 MC をさせていただくことになりました。で、個人的にですね、今もう来店の方とか行かさせていただいて、お仕事をもらっている状態でございます。で、今回の二次予選、まず、二次予選に参加するお二方に登場していただきましょう。お願いいたします。失礼します。おはようございます。おはようございます。おはようございます。アンジュさんと、はい、コウスケ君が、それぞれ一次予選を勝ち抜いてですね、今回二次予選に、で対決するという形になりました。はい。で、今回のルールなんですけれども、お二方で同じホールで実践していただいて、はい。で、終始が勝った方が、リアルスターズ入り。ただ条件があって、はい。お互いの、サマイスがプラスになった上で勝たないと、リアルスターズ入りができないということで、はいはい、ルールの方は理解いただけましたでしょうか。はい、大丈夫ですかね。大丈夫です。はい。で、抽選番号が今回です、ね、抽選か32番。9番でした。9番、はい、それぞれなんか狙い台とかはありますか。いや、僕は特にもう入ってフィーリングで決めます。フィーリングで決めちゃう。フィーリングで決めます。32番なんで。私は9番取れてるんで。あります。ありますか、はい、ただそれはここでは言えない。言わないでおきます。言わないでおきます先だから言っても大丈夫じゃないですか、はい、あ、そうですね。でも9番なんで、やっぱ一応私の大好きな絆には行きたいなとは思ってるんで、前の方がね、うまい具合にそうばらけてくれればね、ばらけていただければ絆を取れることが、絆に行きたいですね、はい、できるかもしれない、はい、で、今回二次予選に挑戦するにあたって、なんかお二方意気込みとか、コウスケ君から。意気込みは、まあ、趣旨をプラスにしなきゃいけないってことなんで、まあ僕が一番苦手な苦手なことなんで、まあなんとか自分の、うん、好きなようにやって、なおかつ就職プラスにできたらなっていうのが勝ちたらいいなとね。はい、アンジュさんお願いします。はい、そうですね。もう最近ここプライベートで打ってても負けが込んでるので、今日収束させたいと思います。跳ね返り狙い跳ね返り狙いで狙い、はい、行きたいと思います、はい、で、そんな、アンジュさんとコウスケ君の二次予選始まります。それでは実践の方どうぞ。お願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。最中絆取れたんで、絆から頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ひとまずモンキーを抑えて、これ昨日ロゴ割りで閉店してて、まあゲーム数はまだ100ちょっとで浅いんですけど、まあロゴありってのもあり、まあこの台でとりあえず朝一は頑張ります。じゃあ二次オーディションのスタートの台はオープニングでも言わせてもらったんですけど、バジリスク絆が取れたんで、バジリスク絆から打っていきたいと思います。お願いします。いや、もう絆は今さらもう台の説明とかもう皆さんもう嫌ってほど知ってると思うんで、もう今日は本当にもう勝負事なんで、説明より何より終始をプラスを目指して頑張っていきたいと思います。
はい、じゃあモゲターン打っていきたいと思います。まあ3月1日だから31番って言ったんですけど、まあこのお店大体利息かかってることが多いんで、まあもちろんその意味を込めて打っていきたいと思います。来ましたね、ユース。ここでお願いしたい。チャンスアップなし。はい。まあそのまま。リセット天井まで打てってことっすね、これは。これが、この演出めっちゃ好き。ありがたいからの花火柄で今画面クラッシュ起きたんで、まあ AT はまあいただいた、あ、すいませんはずです。あー全然ボイスです。朝一ありがたい。いやー幸先いいですね。でここの次の BT で誰が出てくるかでちょっとテンション変わります。まあ普通に玄之介から1回目のバジリスクタイム頑張ります。まあ、1回目の公認の時は6対4で、で絆広角は1個もついてきませんでした。あー流れてる。3発は回避しましたね。ありがたい。ここで巻物 BC 取れてなかったですね。プラス20ゲーム、これは大丈夫そう。あ、赤文字です。よかったよかった。継続しました。来ましたよ、今日めっちゃ引いてるベル。こういう時に引けないんだろうな。おお、来た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 、いいとこで来た。まあでもベルだと 100% ではないんであれですけど、 BC はポッてました。あ、すいません。また赤頭ですね。あー嬉しい、もう朝から何も言うことないです。いや子役のオチがよろ素晴らしい。はい、ありがとうございます。
ダクテリー、あーうまい、ありがとうございます。495から優勝行きました。ちょっとヒヤヒヤしましたけど、まあ天井っすね。やっと、1万8000使って511ゲームで さあこの SG を大事に大事に死なきゃ意味がない。今カメラマンさんに肩叩かれて、アンジュさんの箱を見たらまあまあ満タンなのかな。いやまだ早い、まだわからない。でもなんかメダルを移すとなんか自分の中でちょっと終わるみたいなジンクスあるんですけど、もう下がパンパンだったんで移しちゃいました。気持ちいいお昼で4対4の合格なしはちょっとな。2回連続転生攻撃かつやられる、これは厳しいな。まあこれはしょうがないかな。まあでも朝一は405ゲームの1338枚取れたんでだいぶ大きいです。おっとチェリーかー、おうおー弱いやつ弱いやつ、まあ乗りゃいいっす乗りゃ。まあ継続率的な隣でね、何してくれてんだ本当に。隣でヨウ君がアリサで200乗せましたよ本当に。じゃねえよ、いやーここでカットイン入るだけででかい。これでえのきさんは消えたと。ダメだー、うおー
ロゴ割り。モンキーターン、あれ。まあまあ、とりあえず2セット。もうね、1セット継続するだけで鳥肌が止まらないこの状況っすよ。最低の順番だ。カットインがすげえ大事だから。おっと、道口やっぱり厳しいか。さっきロゴ割りだったら今度ロゴなしとかあるんすね。うん、終わっちゃいました。あとはキョーチェリーの、懲罰もいないか。よし、まあ大移動したいんですけど、僕の頭の中でもう2個隣のモンキーターンが、まあ、昨日ロゴ割りで390回ってる状態で閉店迎えているのと、あとは凱旋の一番左が500ゲーム、前日ノーボーナスで500ゲーム回って閉店、もうどっちかしかないんですよ。もうゴッド行くかな。ゴッドちょっととりあえず見て考えます。あ、すごいいいルーレット、キョーチェリー。お、男女行きました。わー、うまい。わー、どうしよう、うますぎる。よし、ありがたい。早いですね。いやでも今日赤頭が多い。あ、すいません、外しました、外れちゃいました。でも後期だったんで、てか駿府城なんで入ります。キョーチェリー、いや777人久しぶりに見ました。わー、いいですね、金の下の色に赤カットイン、最高。ありがたいです。あ、おぼろちゃん、え、今日めっちゃうまくいってる、やばい。お、今度青同色です。空になっちゃったの。空になっちゃいました。本日2回目の空になりました。おぼろちゃんスタートなんです今。え、おぼろちゃんスタートなんです。おぼろちゃんスタート。ああ、ごめんなさい。モンキーですか。モンキー打ってます。うん、でももう当たって天国抜けちゃったからちょっと移動。はい、じゃあ2台目もモンキーターン打ってきます。
天井まで打ちます。モキタン4回目まではいかなかったですね。あら赤文字ない。あらまあ、あらまあ、あーい、来た、ありがたい。 50% 劣るべし。262ゲームの790枚でした。また一から頑張ります。俺が覚えてる数少ない情報のうちの一つ、黒背景チェンジ熱いで、ここから30ゲーム、まあ300以内とかって、あ、64ゲームだっけな、濃い振り分けないと思うんですよね。で、まあ僕の覚えてることが正しければ、まあ濃い振り分けがないってことは、振り分けがない薄いところはまあ高設定で行きやすいっていうイメージだったんで、まあ当たればの話ですけどね。チャンスです。喜んでいいんですかね、これは。これは大丈夫でしょう。よーし、ちょうど3万円。まあ315ゲームなんで、まあ、200ゲームぐらいは早めにいただけました。ありがとうございます。ロゴもなし、復活もなし、つらい。あ、でも下皿そんなないですね。ないないない。今のとこ大丈夫そうですまあ、店内の様子、今くるっと見てきたんですけど、多分、まあ、狙い台的には悪くなくて、まあ、今結構展開に恵まれてるっていうのもあるんですけど、お相手の方もなかなか苦戦してるようではあったので、まあ、あの何本投資してるかとかは分かんないんですけど、下皿がちょっと寂しそうだったので、今のところ
まあ、優勢有利なのかなとは思ってます。俺は速いですよね。こんな感覚で違和感。赤。チャンス。赤。よし。外れ目だったらまあ、おお。レインボー。ああ。そのまま対決行くんですね。ありがとうございます。やっとモンキーを売ってる感が出てきましたよ。やった、ノーマル V モンキー。よーし、そろそろ、この1セットすげえでかいっすね。せっかくもらったチャンスを生かしたいよ。これレアク抽選してるんすかね。いやー辛いよ。ロゴもなし、復活もなし。335枚か。ザクチェリー、巻物待ちです。今おって言ったら来た。当たらないかな。頼むよ放棄放棄確定。よしナイス。あれ今ウーハー鳴ったかな。鳴ったような、鳴ってたらね、異色なんで入ってるんですけど、どうなんだろう。一応玄之助でいきます。おお、やっ入ってました、よかった。はい、じゃあもう3代目もう根拠なんてないっすね。もう一時でも同じようなこと言ったんですけど、とりあえず今持ってるコインをリノで売って、まあそっからって感じですかね。もうパチンコも視野に入ってます。赤頭の赤い色です。
ださいあ、よかった、今めっちゃ意識してたんですよ。でも喋るとベルこぼしそうだったんで黙ってました。お、わ、さあ残りゲーム0で7いただきました。うまい、青い色です。よし、まずもう大きく言わないですね。500枚、まず500枚を目標に、まだいるかな。よし、よし、終わりかな。あら、ここで巻物引けたらよかったのに。とりあえずこの BT は471ゲーム1622枚で終わりです。しれーっと終わりましたね。お、また行った。とりあえず回ってくれないかな。あ、回った回った。いや、まあ言わなくても分かると思いますけど、熱いっすよね。まあ今でも餃子が通って軍が通って、まあ1回転ですからね。はい、見せ場ねえな本当に。チャンスアップもなし、もう源之助のカットインもなし、まあいないですよね。これはしょうがない。三日月か、でも時峠なんで、時峠から
一応落ちるまで打って周り見に行きます。ポーキ、お、負け物赤です。寸武城、え、マジ、嘘、上がる、ありがたい。青頭の青い色です。嬉しくお考えいたします。 LED 青です。台のカウンターで42回転目当たりましたよ。ここでおかわりしたらかっこいいぜ。お、ジャギーン、よし。実戦終了いたしました。お疲れ様でございます。お疲れ様です。本日ですね、リアルスターズ入りの、勝者が出るんでしょうか。早速結果から聞いていきたいと思います。それでは、まずアンジュさんお願いします。はい、投資が47枚貸しで235枚、235枚、はい、はい、回収が3138枚でした。3138枚ということは大幅にプラス、大幅にプラスでということで、はいはい、結果が終われたっていうわけですね。はい、終わりました。どうぞ。ありがとうございます。では康介くんの方お願いいたします。はい、すみません、ちょっと枚数換算してないんですが、投資が5万9000円の59000円、結構使っちゃったんですよね。で結果が回収が7976玉なんですね。枚ではなくて、はい、玉でした。玉でした。ってことは大幅なマイナス収支。マイナスということで、リアルスターズの4人目は、アンジュさんに決定いたしました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。でこれで晴れてリアルスターズになったわけですけれども、はい、何かやってみたいこととか、まあ、意気込みとか何か一言あればこちらの方に、はい、やってみたいことはまだあんまりわからないんで、はい、いただけるお仕事は全部何でもやっていきたいと思ってて、まあ、そうです、僕もまだあんまりわかんないんで、はい、まだ新人なんで。なおかつ4人目なんですけど、はい、先にリアルスターズに入られた方々を追い越せるように、はい、追い越せるように、はい、要は僕らを追い越す、はい、負けません、勝ちます、圧倒的に上からいきます。なるほど、でも負けないんで、はい、じゃあ一緒にこれから頑張っていきましょう、はい、ということで、リアルスターズ4人目が決定いたしました。で残る枠があと1席、一体誰になるんでしょうか。次回以降もぜひご覧いただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。Ha ha ha!